皆さんこんにちは、葵です。はーい、おはようございます。これお化けではなくてですね、私の親友と今韓国にちょっと弾丸で旅行に来たんですけれども、ゲットレディービズミを一緒に撮ってくれるということで、手だけ今登場しております。顔が完成したら登場しますっていう感じで、今日はもう今から顔を作っていきたいと思います。ゆるく。今日さ、めっちゃ曇ってて、なんか日の光が入ってこうへんから、ちょっと色味が分かりづらかった、ごめんなさい。久しぶりにね、ゲットレディーイズミーを撮っていきたいと思います。あまり YouTube 見てるから分かってるやん。ちゃんと分かってるよ。もうさ、顔声も変やし、化粧水するわ、声低い。じゃあおい、最近さ、これ見て、これ買ったよ、コロコロ、プラザで買った。これまた違う友達がさ、くれたんです。今なんか人気らしい RMK のダブルトリートメントオイルみたいなやつ。これもちもちになって乾燥してへんよって言ってくれた。一緒に韓国来るのは3回目。3回目です。もういい、ついてってるだけ。青い、マジでついてってるだけ。こう今オイルを塗ったんで、こういう感じでむくみをね。韓国とか来たらさ、夜遅くまでめっちゃ空いてるからさ、遅くまでご飯食べちゃったりとかさ、買い物したりとかしちゃうよ。昨日は夜ご飯は食べて、遅くまでご飯屋さんが出てなくて、服屋さんとか行ってるから、ちょっと買い物をしてっていう感じです。本番はここから。まずクリーム塗りました。友達も同じアンブリオリスを作ってます。これ使ってます、2人とも。なんかもう一人仲いい友達がいるんですけど、その子は今日一緒に来れなかったんですけど、いつも3人で寝てると、私と、いや、隣にいる茜って言うんですけど、茜は寝てて、もう一人友達に怒られるっていう二人ともな。だから二人とも朝弱いチームが今日一緒やからさ、最悪やな。うん、起きれるか心配だけど、まあ大丈夫、早めに設定したから。はい、ちょっとね、マッサージしましたけど、目のむくみとかは時間の解決問題、時間が解決してくれるので一回このまま化粧していきます。エスティローダーのフローレスハイドレーティングプライマー使います。エスティローダーの下地はベースのツヤ作りにめっちゃいい。次はもうお気に入り、ナーズのクッションファンデーション。よくない？めっちゃいい。今友達に貸しとってんけど、いいって。厚塗り感はないけど隠れてくれるみたいな。ここのさ、上にライトがあるからさ、なんかでこうピカーってしといつもやんって言われたこれね、使います。これは崩れなくなるのでめっちゃいいです。でも粉っぽくないから、うん、ゲットレディービズミーめっちゃほんまに久しぶりやねんけど、この辺目がたいってるまず起きてさ、一回顔洗ってお手洗いとか行って、もう一回5分寝て今すぐ撮ってるからさ、最近一発でピャッて起きられへんの。だから起きないといけない時間の30分前にアラームすんね。真剣。それでも絶対起きる。眉毛描いてますわ。眉毛描きます。眉毛大切やから。え、アイメイクよりさ、眉毛先に描くやんな。うん、なんか感じ悪くなる。うん、そう、わかる。アイメイクさっき描いてさ、眉毛描いたらちょっとなんか自分のモチベーションが違うんだよな。うわーみたいな、バランス、そう、ルーティーン、メイクのルーティーン。眉マスカラを忘れた、実家に忘れたんですよ、前帰った時に。で、そのまんまもう一回取りに行けないから、一生眉マスカラが今ない、見当たらない。マイマスカラってさ、そんなに他のやつ食べたいか分からへんよな。葵の10分メイクを見てくれてさ、一緒に10分メイクやったらしい。じゃあ眉毛で10分終わったらしいっていうぐらい葵の友達も眉毛命、やっぱ一番かかるよな。それ以外のとこは別に薄いんですよ、友達も。なんか、てか眉毛がうまくいかんやなんか今日眉毛が今日はちょっと不調し気味ですが、こんな感じかな。まあ、トータルバランスを見て直す。これ RMS ビューティーのパレット、これをちょっと塗ります。クリーム
クリームシャドウってさ、目二重幅にめっちゃ入るやんか。やけどさ、またこの質感にはハマってて最近で、こういう感じになってから若干3のこのシムリングクローディオを出します。昨日買ったやつ、資生堂のキラキラ、これです。オーラデビュデュブプリズム04オーロラハイライトとしてもアイシャドウとしてもなんか体にも使えますみたいに言ってたお姉さんが。じゃあこれを下涙袋のところに塗っていきます。めっちゃラメが細かい。これインラインマックのスタボ、え、インライン描いた？まだ？まだ、うん、さっき描いてマックのスタボ上向いて目開けて描くねんで。ドライヤーやからさ、目開けておくのは大変らしい、 きついらしい。これ渦でちょっとだけ足す。こんな感じで目大きく見える。ここに涙袋にのせたら、しかも見てこれ、じゃーん、マスカラ、クリニックで買った。もうマスカラがカスカスになっちゃったからさ、こうやって合わせます。繊維が入ってるやつあんまり好きじゃないからさ、こういう繊維がなんか細く、なんかパリッとしてないっていうかさ、柔らかい感じのさ、描きやすくない？描きやすい。よくさ、まつげくって最近コメントで聞かれるんですけど、自まつげであのまつげバーマンをしております。もうすぐ多分2ヶ月経っちゃうからだいぶ落ちてきてるんですけど、でもまだ全然ビューラーしなくて持ってます。どう？めっちゃいい。描きやすいやろ、うん。ハイライト、これマックのクリスマスコフレのやつ。このキラキラめっちゃ可愛いので、肌のこんでるところに置きます。高いところに乗せます。つなぎます。スッスッスラッパパパパパパ。ブラックピンクのライブ行ってきてん、この間東京ドーム。そしたらその以降からもうブラックピンクにもうドハマりで、音楽ブラックピンクばっかりっていうめっちゃ可愛かった。めっちゃスタイル良くてもう現実って感じだった。チーク、最近はこれベアミネラルのやつで、これだけ見ると結構茶色っぽいけど、塗ると私はねオレンジっぽい感じに発色するのでこれを使います。でもこれはすっごくすっごくすっごく発色がいいので、手でなじませるかもう一回ポンポンって置いてから縦に入れるのがおすすめです。顔が完成してきましたよ。昨日のご飯美味しかったな。美味しかった。タッカルビ食べてその後にそこでチーズチャーハンみたいなしてさ、こうやってうわ美味しそう、うわ美味しそう、お腹空いてきた。めっちゃお腹空いた。最近さ、この唇乾燥するし、これディオールのマキシマイザーをマッサージした後に詰まってんのに、最近もう忘れてた。さあちょっと着替えるあれに間にやっとこうと。ちょっとでも顔が起きてきた。うん、あの色味が。皆さんこちらおすすめだそうです、韓国で買ったやつで。見てから、これを見てて、これなんて言うん、これまあビアーって言うんかな、はい。あのビアーと言うとは言ってないから、かなっていう、言うかな、かなっていう。こんな色です、濃いの、じゃ一緒なんですよ、このね、汚くなったヒースヒースが、あの角が黒くなるんで皆さんお気をつけくださいまし。かわいいな、これも。あのさ、リップのさ、持ち歩いとかないとちょっと不安っていうのが同じっていう。3つ以上やんな。そう、2人ともさ3つ4つ持ち歩いてるし、持ち歩いてるのがそれの量ってだけであってさ、持ってるリップっていうかさ、あれは大量にあるっていう。私今日は髪の毛巻かないので、このモロッカンオイルちゃんを塗りたいと思います。モロッカンめっちゃいい匂い、これ。最近は
ストレートの時はもうほんまにヘアオイルだけ、なんか N ドットとかのそのスタイリング系のオイルじゃなくて、マジで本当に髪の毛を綺麗にしたいので。シャンプーは最近は変えて、ケラスターゼに全部変えたんですよ。ケラスターゼが多分私のね髪質に今合ってるみたいで、すごく良いです。髪がツヤツヤに、ふわー、うん、やろ。なんかちょっと水分が増えた感じするし、うん、巻くの結局、うん、悩んでます。その間に私着替えてまいります。着替えました。こんな感じね。今日は黒のタートルにインナーダウン、うん、この歌かわいくない。まあ、ファッションの方はインスタグラムを見てください。リップ塗ります。じゃあこれ青も今日アルマーニ塗る。こんな感じで塗れました。でもちょっとだけナーズの2912をちょっと足します。こんな感じ。今日は香水つけよう。香水ラッキー。今日はディオールのラッキー。何つけるんですか。ディスティックですか。じゃあ登場します。じゃじゃじゃーん、ちら、こんにちは。絶対インスタで見たことがありますが、こんにちは。こんにちは、あかねです。ということで、はい、もう寒さ対策は万全。ここの部屋で着てると暑い。めっちゃ暑い。もう用意して汗かいてるけど、まあ今日はこんな感じでカフェ巡りをしたいとか、コスメを買えてないのでコスメを買ったりとかしたいと思います。今回は短かったし、ちょっとね旅行を楽しみたかったので Vlog はお休みです。はい、なので写真とかはインスタグラムを見てくれると嬉しいです。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。またこれから登場すると思いますのでよろしくお願いします。